こんにちは、吉谷さん、お疲れ様でございます。まあ常識をね、いろいろと乗り換えていくってこと、人生にはよくあると思うんですよ。ずいぶん俺も変わったなみたいにね、振り返ることもあると思いますし、あ、全然変わらないなっていう場面に出会うこともあると思うんですが、確かにね、毎日仕事をしていて、毎日自分の所得と向き合っていて、不満がなければまだしもですけども、このまんまじゃ、この収入じゃちょっとやばいなと思いながら、でも変えていけてないのは誰なんだろうかってことなんですよね。自分が自分の収入に責任持たずに、自分が自分の仕事のスキルを上げずに、誰が代わりにやってくれるんだってことはありますよね。もちろん会社の体制が変わることによって自分の待遇が変わることもあると思いますけども、まあそれっていうのは結局ね、他人任せでどっちに向かうかわからない船に乗るようなもんですよね。つまり良くなるか悪くなるかわからないところにベットしているって最も危ない形だと思うんですよ。で、自分のことを振り返ってね、吉谷さんの30万のチャリとかね、見ながら思うと、確かに30万円のチャリすごい高価だなと思うんですけども、買えないことはないなって私も思うんですよね。だから悔しいから俺もギャグで買っちゃろうかなと思ったんですけども、まあ興味がないんで無駄銭になっちゃいますからね、それはちょっと買えないかなっていうところはあります。で、吉谷さんがね、R34 を惜しげもなく手放すと、まあ、惜しいかもしれませんけども、そういった新しい常識を見ていったところに、まあ、私もね、そうだな、まあ、車を手放すっていう選択は今のところないかなと思うんですよね。で、収入のことをやっぱりビジネスに関わることをやってますんでね、振り返ってみると、今私大体ね、生活費関連で100万円ぐらい毎月使ってるのにたまに気づくんですよ。で、あ、今月は安く片付いたなと思ったら80万とかね。これだから普通の衣食住に使ってるんですよね、毎月毎月。その他に投資とかビジネスに使うお金っていうと、やっぱり100万円ぐらい、まあ多い時には200万円ぐらいあるんですよね。その投資に使う金額って結構でかいですからね。まあでも全然生活経費とは切り離したところにあるんで、まあなんていうのかな、投資に使うお金っていうのは、もはやお金というよりもね、なんかそのボールペンを買って使い終わったら廃棄するみたいな感じですかね。ボールペン例えば100円でこう買ってきますよね。で、いろんなものを書きますよね。で、使えなくなったら捨てるみたいな感じです。でもボールペンによってこうやって作られた、このブリーフ紙っていうのはね、いろんなものが情報が書いてあるわけなんですよ。これが、まあ、例えばボールペン100円で買ったのに、こっちに書いてある紙にはね、数万円とかになってるから、その差額で利益が出て、この100円で買ったペンは0円になって捨てるんだけども、それによって得られたパフォーマンスはまあ数十倍とかになっているってことの繰り返しなのかなと思うんですよ。まあそういう形でたまに、自分の作った作品がね、売れなかったりもするんですけども、でもまあ言うてね、例えてみるとボールペンが1本無駄になったっていうだけですからね。で、少なくとも書くことによって結果的にお金に変えられなくても、書いたという自分のスキルは上がっていったりとかね、どうやったらもっと良くなるのかとかね、どうだったからダメだったのかっていう風な、その振り返りは残るんですよね、自分の人生の財産は。それはだから様々動いてきてよかったかなと。それがつまり自分の常識を変え続けてきてるんだろうなと思うんですよ。いくら麻雀をやっても自分の所得も変えられないし、従業員の待遇も変えられない。そういうふうに思った時に、あ、この常識から外れていかないといけないなと。じゃあどういうふうに外すかっていうと、麻雀店のこれからの大きな枠組みでの改善は難しい、業界的にも潰れていく一方だということを考えた時に、この麻雀っていうものを外さないといけないなと、人生から。まあそういうふうなね、常識の転換を見せたわけですよね。麻雀店の久保さんから、ネットビジネスの久保さんになったと。Facebook でよく見る人になった、YouTube でよく見る人になったという形で、自分のよく現れるところもどんどんこう場所を変えていってですね、麻雀店のオーナーだった頃は、まあ、街中でよく見かける人だったと思うんですけどね、限られたところしか私行動してなかったんで。でも今はウェブ上に自分の姿があったりとかね、コミュニケーションの最初のファーストコンタクトもほとんどがメールや Facebook のコメント欄から人間関係でもできていくと。以前はね、名刺交換とか、それからランチ会とかだったんで、リアルな場からリアルへだったんですけども、そしてそこからネットへだったんですけどね、今は逆にネットからリアルにっていうふうに、もう180度流れが変わってきて、まさに情報化社会、ネット社会に合致したのかなっていうところはありますね。
でそう考えていくと収入が上がらないっていうのはやっぱり上がらない道を歩き続けていて、その中でわずかな差はあるんですよね。わずかな所得の向上とかあるんですけども、とてもじゃないけども人生を大きく変えて常識を大きく変えるほどには至らないのかなと。まあ、手取り20万とか30万の方がじゃあ10年経ってね20万30万が40万50万になってるかって言ったら今の時代はほとんどならないですからね。つまり収入も使う金額もあまり変わらないってことは常識は変わりにくいわけなんですよ。で30万円の自転車を買うとかね、それから車検の間なんとなく車がないから代わりに1台買ったとかね、こういう常識は多分ないと思うんですよね。だから吉谷さんもね30万のチャリなんて本当になんか寝耳に水というかね、もうびっくりの連続ですよ。この夏秋は吉谷さんがR34を手放してみたりとかね、まあそういう決断をしてみたりとか30万のチャリ納品したりとかね、なかなか面白いドラマだなと思って、これはこっから新しいファンができるんじゃないかなというふうな感じはありますよね。R34 できっかけでつながった方が吉谷さんという方に興味を持って、そしてドリームアカデミアに興味を持っていく流れとか、まあチャリ自転車っていうものに関して多分ね自転車のファンって結構いたと思うんですよ今までも。で30万円のチャリをずっとね欲しいな欲しいなと思ってた人が急にねどこの誰か分かんないチャリにそれほど造形のない人がポンと出てきて30万のチャリ買ったわやったわウェイとかやったらね、なんだこいつはみたいな感じで、ね、興味持って、あなるほどこういう風にしていくと収入の取っかかりってのができるんだ、30万の自分がずっとね5年も10年も憧れて30万のチャリが買えずに10万ぐらいで我慢していたのに、でも急に出てきたやつが30万買える、その常識の違いってのはここなんだなっていうのに気づくことによって、また新しい他者の人生に変化や影響を与えていくんだろうなと思いますよね。はい、ということでね、吉谷さん、私はね、もうすぐ誕生日を迎えます。10月11日です。今日がね、10月10日ですから、もうあと1日ですね。ここでね、また大きなね、常識の変化について、クライマックスお話ししたいと思います。それはですね、誕生日プレゼントなんですよ。私の常識の変化があるのは、それは当たり前ですけども、私の周りの人とかね、私の視聴者さんにも常識の変化が起きてるんじゃないかなっていう例を一つご案内します。それはまあ次回にしましょうかね。まだね実際にアクションがあったわけじゃないんですよ。ただそういうふうに連絡が来たんですよ ね。まあでもちょっとお話ししておきましょうか。あというのがね、この夏私は100万円の大体100万円。まあ、正確にはね、99万円ぐらいだったんですけども、セルシオを買ったんですよ。ね、ご存知のように。48万で車体価格。それから、もろもろで、込み込みでね、100万以下になるかなと思ったら、まあ、99万1000円とかね、あのぐらいの金額だったんですよね。まあ、おおよそ100万っていうふうに私は放送で何回か言ってきたんですけども、久保さんの49歳の誕生日に、そのセルシオをプレゼントしますよって方が、メッセージをくださいました。今日ね9日から10日の間に、でもうでもセルシオ買ってるじゃないですか。ってことは100万円振り込みますってことらしいんですよ。こういう風なね視聴者さんの常識の変化ね。私も吉谷さんに勤務研究所室からねビール送ったじゃないですか。それは別に常識の範囲だと思うんですよ。誰もがまあそのぐらいはねみたいな感じでねやると思うんですよ。まあそれでもやらない人もいますけどもね。でもまあ私はまあ、じゃあビールでも送っとこうかな、使ってもらえるしみたいな感じで、動画のネタの仕入れの代わりとしてね、送ってみたんですよ。まあ腐るもんでもないですしね。だから私も、プレゼントとしては、ある意味常識の範囲内ですよね。でも、単なる金麦研究所2ケースを送ったのが、客観的に見たら常識の範囲内ですけども、何に使ってもらおうかっていう動機は常識の範囲外だと思うんですよ。だってこれを飲んでねえじゃなくて、使ってねえですから、これで儲けてねとか、これで集客してねっていうネタですからね。それはまあ吉谷さんのことをよく見ているからこそ、まあビールを買ったっていう行動は他の人とね、他の人でもできることでしょうけども、この動機に関しては他の人にできないことだと思うんですよ。そういう意味では、常識であり、常識じゃないと言えるね、まあ微妙な立ち位置だと思いますけども、今回どうですかね。私が YouTube でセルシオ買ったウェーってね喜んでね再生回数こう稼ぎ動画をどんどん上げて、まあ、すでにセルシオ2万円ぐらいで元を取ってくれましたみたいなね、まだまだ90万円以上元を取らないといけないんですけども、
ボンと一括100万送りますわみたいなねことがあるというね。これ一時取得とかになるんで、贈与とかになるんで、あの税金的にはちょっとね手続きがあるんですけども、まあでもね嬉しいじゃないですか。まだ着金しているわけじゃないんで何とも言えませんけども、送ってくださるそうなんですよ。多分11日は祝日なんで12日には確認できると思いますんで、またねまあ無理のないように100万ですから、無理ないように、そんな別にいいですよ、気持ちだけで言葉だけありがたいですからみたいなことなんですけども、まあでもその方も分かってると思うんですよ。100万円送ったところで私の資産状況にあまり変わりがないんで、本当に気持ちだけを伝えるためにその行動をしたっていうことだとね思うんですけどね、うん、まあでも本当ね、速稼塾の塾生さんがいろんなプレゼント今まで送ってくださいました。速稼塾に感謝してとかね、出会いに感謝とかっていうことでやってくださったりとかしたんですけども、今回ね速稼塾の塾生さんじゃない人ですからね、だったら速稼塾入るから30万一括で払いますわ、でもこれも常識なんですよ、うん、そういうプレゼントもね。だから今回ね別に何かをくださいとかなんとかじゃなくって、100万円みたいなのがねちょっと珍しいなと思いましたね。誕生日プレゼント100万円くれるそうです。つまりこれはちょっと前後しますけども、久保さんのセルシオが俺が怒ったみたいなね、そんな形で解釈すればいいんじゃないかなと思ってますけども、詳細はまだ分かりません。とにかくそういうね、まだ分かんないですよ、うん、それに絶対送れよみたいなこと私も思いませんし、その本当にメール気持ちだけで、あ、こんなありがたいんだなと思いましたね、うん、49歳の誕生日にセルシオ車をプレゼントしていただいたっていうその気持ちがね、実際に100万円送ってくれなくても、それが例えばね1万円になったとしても0円でも全然もう気持ちとしては本当、ああありがとうみたいな感じでね、私の感動や感謝の常識もちょっと広がりましたね。こっちからお礼言いたいぐらいです本当に。ということでエピソードがありました、吉谷さん。本当お疲れ様でございます。あ、それからね、この前速稼塾の昔のビジネス時代のちょっとね、私のギラギラといやらしい講義動画、その他有料動画を7、80本開放したんですけども、それについてもね何点かね評判をいただいてね。こんなすごい内容当時の人は教わっていたんですねとかね、まあそんなこと言ってくれるっていうかね、そう感じれる人もすごいなと思いますけどね。私は今あれを動画を開放しながら、いや随分ちょっとこっぱずかしいことしてたなみたいな気持ちがね強いんでね、これも常識の変化ですかね、吉谷さんね。じゃあまあ以上でございます。セルシオを買ってもらいましたというタイトルになったのはそういう意味です。いってらっしゃい。